ねえマリサ、術式そのものは強いのに活躍がいまいちな術式が多くあるわよね。そうだな。ということで決して弱くはないのに活躍がいまいちな術式5選を話していくぜ。お願いします。一つ目に紹介する強いはずなのにパッとしない術式は来訪随従だぜ。使用者は井の拓磨で、この術式は自らを霊媒とし、4種類の随従の能力を使用可能にする高霊術だぜ。顔を隠すことが発動条件で、井の場合はニット帽を顎の下まで伸ばして顔面を覆い、目出し帽のような覆面姿で戦うぜ。一番下位置は相手を追尾する円錐形の一本の可動を権限させ打ち出すシンプルな遠距離攻撃技でメインウェポンだぜ。術式発動中が不審者にしか見えないんですが、二番霊気は呪力の水を権限し、手足にまとう能力だぜ。クッションとして防御に使ったり、足にまとわせて滑るように歩く独特の歩法が可能になるぜ。3番キリンは脳内麻薬を過剰分泌させ痛みや疲労を一時的に飛ばすが、使用後は反動で動けなくなるモロハの剣だぜ。最後の4番の竜は目にして生き延びた者はいないほどの切り札らしいが詳細不明でいつか出てくる、かもしれないぜ。なんていうか、パッとしないわね。そうなんだよな。術式自体は応用力があって攻撃性能も決して悪くないはずだがパッとしないんだよな。竜が詳細不明なので何とも言えないが、地味だぜ。あの七海が認めるほどの術式なので決して弱くはないはずなんだがな。てかそこまで戦闘力が高くないであろう小神ババアの孫に苦戦しまくってたのでどうしても強いイメージがないぜ。相手の出方がわからず様子見してたってのもあるのかもしれんがな。高霊術で孫に当時の魂が下ろされた時はもう一方的な展開で、目出し棒を一瞬で外されてボコボコにされたぜ。目出し棒を取られると能力が解除されるのは割と致命的な弱点よね。目出し棒を取られると能力が使えなくなるという致命的すぎる弱点があり、当時がやったように帽子を取られただけでアウトだぜ。それゆえに近接戦闘でガンガン攻めてくる相手には相性が悪いようだな。だが、適宜距離を取って戦えればそれなりに戦える術式だと思うぜ。能力も多彩で術式性能は悪くないはずなんだが、どうも当時にボコボコにされたイメージが強いので弱いイメージがつくぜ。まあ、相手が悪すぎだったのはそうなんだがな。二級術師のあたり、やっぱり術式自体は悪くないし、実力もそれなりにあるんでしょうけどね。ということでここからは二つ目の術式を話していくぜ。お願いします。二つ目に紹介する強いはずなのにパッとしない術式は将棋の球だぜ。使用者はクズの代名詞こと全員奥義で、刀に巨大な炎を発生させ、相手を攻撃する術式だと思われるぜ。思われる、と答えたのは術式が本格的に発動する前に薪にぶっ殺されたので結局詳細がわからなかったからだぜ。危険や休養が切迫している事態のことを意味する将棋の球をもじった術式のようだが、奥義が瞬殺されたことを考えると皮肉でしかないぜ。多分だけど描写を見る限り、肉体強化の効果もありそうよね。まあ、ただ単に刀の攻撃力を強化するだけの可能性もあるがな。ちなみに奥義は覚醒前の薪に刀を折られてたぜ。だが、薪本人を一度は倒すことに成功してるので薪のことを散々こき下ろしていたぜ。刀を折られたくせにこれだけ強気なのはある意味さすがだがまあ、奥義は侍ではなく呪術師なのでそこまでおかしなことではないんだろうぜ。呪術師基準としては、刀を折られた上でここまで生きり散らすのは漫画的に見たら普通にみっともないがな。確かに漫画や空想の世界では本人が死んでなくても刀が折れたら敗北みたいなイメージがあるわよね。奥義のあまりの瞬殺ぶりに読者からは皮肉を込めて、奥義は呪術廻戦の炎使いで3番目に強いんだぞと言われる始末だぜ。ちなみに2番手は上後、1番は宿儺であり、比較対象が比較対象なので奥義の片落ちぶりがやばいぜ。そもそも炎使いが現在確認されてるのは宿儺、上後、奥義の3名だけなので最下位という事実は変わらないぜ。全員直哉にも奥義はパッと聖変とか言われるありさまでやはり奥義の実力は宿儺どころか上後にも遠く及ばないと思われるぜ。だが、術式そのものは決して弱くはない、はずだぜ。いかんせん、薪に瞬殺されてるから強さが伝わらなくて弱いイメージがついてる術式よね。ということで次の術式を話していくぜ。お願いします。三つ目に紹介する強いはずなのにパッとしない術式はシャルル・ベルナールが使う未来予知で術式名は不明だぜ。シャルルは死滅回遊編に登場する覚醒タイプのプレイヤーだぜ。死滅回遊のプレイヤーは昔の術師が現代の人間を乗っ取って受肉した受肉タイプと普通の人間が呪術を使えるようになった覚醒タイプの二通り存在しており、シャルルは覚醒タイプのプレイヤーだぜ。穂先が G ペン型の槍、G 線上を作り出し、条件を満たした場合、対象の少し先の動きを重なるように見ることができる術式だぜ。
未来予知は確かに強い術式ね。条件は対象の血液を G 線上に溜めることで、浅く切りつけた程度の血液でも約1秒先の未来を観測することが可能であり、溜めた血液の量に応じてより先の未来を見ることができるぜ。条件を達成した対象の胸部にはコマのようなものが出現し、それを自らが視認しなければならないため、相手の速度や身のこなしによっては有効性に欠ける場合があるぜ。現にはかりとの戦いでは死角に回られてしまったぜ。この術式は本人のスペックの高さも必要だから強い術式ではあるけど扱いも難しそうね。だが、条件さえ整えば相手の未来を見ることができるのでかなり強い術式と言えるぜ。作者からも直々にすごい術式と言われてることからも術式そのものは強いぜ。術式そのものはすごいんだが、シャルル自身がスペックに追いつけてなく、作者もそこを指摘していたぜ。作者曰く、ソフトはすごいけどハードが追いついていないとのことで、死滅回流の覚醒タイプのプレイヤーならではのタイプのようだぜ。火車みたいに覚醒タイプでも自分の術式をフル活用してる人もいるけど、大半の覚醒タイプのプレイヤーはシャルルみたいに自分の術式を扱えないプレイヤーでしょうね。ここからは4つ目の術式を話していくぜ。お願いします。4つ目に紹介する強いはずなのにパッとしない術式は呪言だぜ。使用者は犬巻トゲであり、そもそも犬巻家が呪言師の家系だぜ。言霊の増幅、強制の術式であり、命令したことがそのまま現実に出てしまうぜ。例えば動くなといえば本当に相手の動きが止まるし、はぜろといえば相手が爆発するぜ。強力な術式ではあるんだがそれ以上に制約がめちゃくちゃ多いぜ。コミュニケーションを取るのが難しいわよね。ある意味では最大の欠点は日常生活に思いっきり支障をきたすぜ。というのも、呪言は自身が言った言葉を強制させるので下手に喋ると相手に危害を及ぼす可能性があるぜ。どうやら本人の意思とは関係なく音で発動してしまうようなのでかなりでかい欠点だぜ。これのせいでトゲは語彙を絞っており、理解のある仲間がいればまだ良いがそれ以外の人間とはまともに話せないぜ。仲間はトゲの会話を読み取ってるけどあれどうやってるんでしょうね。他にも強い言葉を使えば自分に反動が変えるぜ。死ねという言葉を安易に使えないのもそれが理由だな。それに呪霊の強さに比例して効きが悪くなる上に自身に来る反動もでかくなるぜ。さらに相手が呪力で脳をガードしてる場合は一切呪言が効かなくなるぜ。どうやら呪言は呪力によって脳に作用して効果を発動させてるらしく、脳を呪力で守られると何もできないわけだな。それゆえに呪霊特化の能力であり、術師にはほぼ無力だぜ。また、相手の脳に干渉する能力ゆえに無生物に呪言は全く効かないようだぜ。一応、団体戦の場合は呪言師がいると認識させることで相手の集中を削ぐことも可能だがな。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。それ言いたかっただけやろ。とまあ、相手に直接命令を下せる強力な術式だが、すんなり効果が発動すると強すぎるため、制約がめちゃくちゃ多い術式だぜ。特級レベルになると動きを止めるのがやっとで6にダメージを与えられなかったぜ。それゆえに本編での活躍はいまいちもいいところで、トゲは基本的にサポートに回ることが多いぜ。呪術廻戦ゼロではそれなりに活躍してたんだがな。やっぱり味方キャラの強制能力発動系は活躍させにくいわよね。ということで5つ目の術式を話していくぜ。お願いします。5つ目に紹介する強いはずなのにパッとしない術式は幻獣琥珀だぜ。使用者はカシモはじめで、発動すると電気と同じ特性を持つ呪力から変換できるあらゆる現象を実現するために肉体を作り変えるぜ。要するに自身の肉体を家電に変える能力ってことだぜ。これにより、脳内の電気信号の活性化による敏捷性の向上、物質の固有振動数に最適化、同調する音波、照射されたものを蒸発させる電磁波を発生させれるぜ。五条は電気を呪力、術式を家電に例えてたけど、それをわかりやすくしたのがカシモの術式ってわけね。さらには電気を使った X 線を利用することで相手の体を解析することも可能らしく、強いだけでなく、利便性もある術式と言えるぜ。最大の欠点はあまりにも強力すぎる力は人の域を超え、その代償に術式終了後に肉体が崩壊することだぜ。要するに一発使っただけで使用者本人が死ぬぜ。自らの肉体を代償にして莫大な力を得る能力から、ナルトの八門遁甲を連想した人も多かったようだな。でも少なには手も足も出なかったわよね。そうなんだよな。術式そのものは強いはずなんだが、カシモは少なに爪痕の一つも残せずに敗北したぜ。カシモの場合は呪力特性の電撃による攻撃だけで無双してることが多かったため、術式を使わない方が強いんじゃないかと感じてしまうぐらいだぜ。いくら規格外の力を持つ宿儺とはいえ、五条との戦いの後でかなり消耗してるのにカシモは何もできなかったからな。
いくら相手が少なでも五条との戦いで消耗してた時にこのやられようだからカシモの術式はあまり強い感じがしないわね。ちなみにカシモは術式発動の際、術式解放と言っており、これは奥義の将棋の宮でも言ってるぜ。しかも発動した瞬間に瞬殺されるという共通点まであり、一部の読者からネタにされてるぜ。創作作品では命を懸けた技や作戦は何かしら爪痕を残すことが多いが、カシモは何一つ爪痕を残さずに瞬殺されてるぜ。ここまで無意味でその上強さが伝わらない命を懸けた攻撃もなかなかないぜ。カシモは敵キャラとしてめちゃくちゃ強かったはずなのにどうしてこうなった。やっぱりラスボス格の宿儺は相手が悪すぎだったのかもね。とまあ、個人的に強いはずなのにパッとしない術式の紹介はこんな感じだな。個人的な感想だが、どの術式も決して雑魚というわけではない。と思うぜ。だが、相手が悪かったり使い方の問題で持て余してるパターンが多かったな。未来予知とか幻獣琥珀とかはすごいロマンのある術式だと思うしな。まあ、呪言に関しては露骨に制約が多すぎるが、発動したら強すぎだからしゃあないな。今回の解説では出てこなかったけど仁一の術式もかなり強いはずなのに強いイメージがないわよね。まとめると個人的に強いはずなのにパッとしない術式は来訪随獣、将棋の球、未来予知、呪言、幻獣琥珀だぜ。どれも能力自体は強いのに活躍に乏しかった術式で今後も活躍の機会がある可能性は低いぜ。ただ、呪言、来訪随獣は今後活躍する可能性がある、かもしれないぜ。そうね。ということで強いはずなのにパッとしない術式5選の解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。